さあ、英文ポルシェ考えてまいりました。本日1458番目でございます。さあ皆さん、問題と選択肢ですね、すでに書いております。皆さん A と B 分かれておりますので、皆さん選んでくださいね。では皆さん、いつも通り10秒間頑張っていただけるとよろしいかと思います。ではお願いします。さあ、いけますでしょうか。まず空欄 A からいくんですが、皆さん選択肢一応眺めていただけますとですね、どれも接続詞、ですから空詞の右側 UV、ということで、皆さん SV 伴っていて何ら問題はないんですよという話です。ですから皆さん、文法的にじゃあ何か削れますかっていうと、これは削れないので、そういう場合皆さん意味を考えてという感じになるかと思います。ですから皆さん、ちょっと上の方からいきたいと思いますが、まず選択肢の1番ですね。もしあなたがこの必要な要求されたクラスを、完了、受講終了ですかね、完了させればYou won't be able to graduate ということで卒業できません、困りますですね。おいおいって感じですね。で、選択肢2番 Unless ですね。で、もしあなたがこのクラスを完成させなければYou would be able to graduate、卒業できちゃいます、これまた困りものですね、完了させましょうということです。で、選択肢3番ですね、あなたがこの必要なクラスですね、それを完了させるまでずっと、You won't be able to graduate、卒業はできません、その通りということですね、それがまさに素晴らしい状況でございます。で、選択肢4番ホワイトですね。あなたがこの必要なクラスを完了させている間に、You be able to graduate 卒業できちゃいます。えらい中途半端です。ですから選択肢の3番ですよね、意味内容上バッチリということでございます。で、皆さん文末皆さんグラジュエイト出てきましたので、合わせて押さえておきたいんですが、皆さんグラジュエイト、皆さん一応前置詞何が来るかご存知でしょうか。皆さんグラジュエイトときたら、皆さん後ろ from と併用することが多いんじゃないかなって感じがします。今日はちょっとたまたまないだけですからね。で、当然皆さん前置詞を伴いますので、自動詞ですか他動詞ですかと言われたら自動詞ということです。で、もちろんなぜ from がやってくるんですか、ということですが、そもそも、うにゃうにゃから、学位を取ると、そこから皆さん卒業するというところに派生するので、from との相性が良いという感じでございます。ですから皆さん、もしこの辺りご存じなければノートを取っていただいてですね、ノートを取っていただいた後はこれで赤シートですね隠してスラスラ言えるというところを皆さん相変わらず設定していただけるとよろしいかと思います。いけますかね。では次回1459番続きますので、今後ともよろしくお願いいたします。